いや、もずく地味にうまいっすよね。うん、あると食べちゃうと、いくらでも食えるじゃないですか。もずくって。いくらでも食えるんだよね。それも腹にはま、たまらないんで。でも、海ぶどうよりは、だから栄養はありそうじゃないか。うん。もずくだから実際にそれ入れてる。さあ、まあ、この流れ知らないから多分わかんないと思うけど。確かに、海ぶどうよりかは、体には良さそう。でも多分これは、酢の強さがあるから、これが体にいいと思ってるだけで、海藻そのものの多分力としては意外と同じレベルぐらいなんじゃないですか、海ぶどうと。それが酢を食べてるんだよね。そう。多分これも酢を食べている。うん。うん。だからそんなにこれも限りなく無に近いんじゃないかなっていう。海ぶどうと同じ。海ぶどうと一緒だよ。海ぶどうと一緒。だからいかにそれを、一緒に食べるものを変えてるだけ。海ぶどうはだからポン酢だもんね。あれ完全ポン酢ね。基本的にこう、ジップして。うん。なんだろうね。なんか、でもそういうのあるよね。あります、あります。でも、無意味な、ところてんとかもさ。あー、ところてん。はい、あ、ところてんも。ところてんもさ、結構、あれもすぐ食ってない。確かに。確かに。だって、食べてあれ別に味が何かあるわけでもないし。うん、確かに。あ、喉越しというか、あれ、ね、涼しい、夏に食べるっていうものだから、ね、季節の。でも確かにあれも、タレ、すぐ。海藻だから。あ、そうか。ところてん自体はさ。そうか、そうか。だから栄養、そうはあるわけでしょ、多分栄養価は。うんうん。だけど、楽しませようっていう、なんていうかその食べ物として。なんか腹に入れてる感じじゃない。入れてない。うん、うん。いくら食っても。そう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 、確かに入れてる感じはない。流し込んでる感じだしない。何をなんで食べるんだろうって言われたら、もうこんなんでなんで食べるかっていう。なんか、困るよね。困りますね。理由は問われるから、うん。なぜかって。だって、何が一番好きって言われて、ところてんが一番好きとか、もずくが一番好きって絶対言わないじゃないですか。いいね、絶対言わない。うん。だけど何かあると、美味しいっていう。でも出会ったことないよね、だからね。ないっすよね。うん。でも地味にやっぱうまい。あると、あると嬉しい。出会いたい気もするよね、なんか。むしろ、めちゃめちゃ美味しいところてんを出してるとか、めちゃめちゃ美味しい、もずくとか。なるほど。出してるお店とか探してみたくなりますよね。なるほどね。あるのかな、そういうお店。そのジャンルの中で、俺たちがその知らないだけだろ。そうそう。つまり僕たちの認識としては、こういうもずくってこういうものなんだとしか思ってないけども、実はものすごく奥の深い世界があって。だから本物のね。そう、本物の。取り立てで、だからこれほら、加工してるじゃん。そうですね。取り立てで。で、だから本物のもずくもだから結局、じゃあ何か調味料をつけて食うわけでしょ？いや、なんじゃないですか。わかんないです。もしかしてそのレベル領域に達すると何もつけずに食べてもうまい。なんなら海の塩味で。塩味だけでいけるっていう。海ぶどうもでも結局味ついてる。ついてます。ちょっと塩味になりません。塩っぽいじゃん。うん、塩っぽいですね。なんかでもなんか、ポン酢つけたら結構その、逆にしょっぱくなる。あー。そのままでも確かにいけますね。いけるよね。うん、むしろ、もずくはあんまり生で食べることないですよね。もずくって出てこなくない？その店で。店で出してる。いえ、でも店で居酒屋で結構ある気はしますけど、もずく。もずくってないかな？なんか出てくるイメージあったけどな。あるかな？でもあるか、もずく。でも居酒屋でもずくを注文した記憶がないっていうか。海ぶどうはあるけども。海ぶどうはあるじゃない。沖縄料理屋には絶対ある。確かに。もずくくださいっていうフレーズを人生で言ったことがない。確かに。メカブもないし、確かに。メカブもない。メカブくださいもないし。ないですね。メカブ、でもこうやってさ、なんかこうやって買ってるってことね。確かに。常に家庭で添える、一つ一品添えるものとして、出てくるレベル。だから多分昔からその、母とかがね、そうですね。これをだからこう映し替えてたわけでしょ、多分。ああ、家に出す時に。この状態で言えなかったけどさ。ああ、確かに確かに。あるのかな、居酒屋で。でも居酒屋ないってことは、その仕入れで、そのもずくの上級。流給してない、流通はそんなしない。ないってことだよね、多分。うん、海ぶどうは多分あるけど。うん、海藻居酒屋とかってないんですかね。ありそうで。新しいね。ね、なんかありそうじゃないですか、海藻居酒屋。なんか昨日ほら、キノコ居酒屋の話で。うん。ああ、もうそれそう。それ特化した居酒屋。海藻に。卵とかもよくあるじゃないですか。卵上級、ね、メインの。だから、そう、海藻、そうそう、資源たくさんあるのに、日本って。確かに。でもなんか、ありそうだけど、でも、東京でも聞かないよ。聞かないですよね。海藻居酒屋。海藻好きが集まってくる。そう、世界から。世界から海藻好きが集まってくる。こんな食べ方があるんだっていうね。それは、海藻居酒屋。そう。良さそうだけどね。ニッチすぎない。ニッチ好きな人はめっちゃ限られそうですね。結構これ、
海外ダメな人多くない多分。絶対多いでしょうね、うん。うん。で、海外ではあんまり受けないかもしれないけど。日本だとね、でも。でも日本でわざわざ海藻を食べに来るかっていう、最初の話題性はありそうですけどね。どれだけその海藻をいろんな形に加工できるかっていうのは、居酒屋で。そうですね。料理として出すんだったら。その、客の想像を超えてくるような何かを出してくれないと、うん、なかなか戻って、難しそうです、ね。それこそだからそのレベルっていうか、もずくのレベル最上級のものを出してくれたりとか、そう。これがもずくだ、みたいな。そう。何もつけずに食べてみてください。まずは、っていう、的な感じして、まずは、そのもずくを、そのままで食べてください。プロっぽい。感じますよね。次これつけてください。プロっぽいね、それ。なんか、めちゃめちゃありそうじゃないですか。よくよくラーメン屋とかです。そう。食べ方のが。なんていうのか絶対最初はもうそのままで。そう。そのままで食べてみてください。何もかけずにみたいな。それありそうですね。で、食ったらしょっぱって。まず絶対しょっぱい味。しょっぱいだけなんだ。でも感じることが大事さ、まずそれは。なんか、うわ、塩臭いなみたいなものとか。これが。ある種、儀式的な何かものだから。それが一つのもうパフォーマンス。パフォーマンス。で、かっこいい。こちらもリアクションしなくちゃやっぱいけないし、食べる側も。あ、こんな味するんですねって、もずくないとっていう。ここが、俺多分いつもの必ず通っていく。通っていく、ね。そっからじゃあこれをつけてみてください。で、多分普通の調味料が多分来る。そう。で、ようやくお客さんが、あ、これ知ってる味。うん、そこでまた繋がって、ようやく食べやすくなってっていう。うん、多分酢、お酢とか、なんか、ポン酢とか。うん。いくつか用意あるかもしれない。あ、これがじゃあ上級かってなって。大体さ、そういう店って、その、第3段階あるさ。第3段階ある。カスタムのさ、なんか自分で。ひつまぶしもそうですけど、コスタマイズが違いますからね。あと1個ぐらいありそうですね。あるよね。なんか、ちょっと奇抜なものが。ありそう。それが多分その店の個性というかね、こうキャラクターになってくるよ。売りになってくる。売りになってくる。うん。でもありそうですけどね、そういう海藻居酒屋とか、本当に。うん。あるかもね、でもね。もずくだったら。知らないだけで。そう。だって海藻って、基本確か、まあ日本はわかんないですけど、海藻って基本的に全部食べられますからね、どうやら。うんうん、美味しい、まずいは別として、少なくともアイルランドに、の周りにある海藻は実は全部食べられると。うん、基本的には。だから、食べようと思えば食べることができるらしいんで。その毒性持ってるやつがない。ないってこと。なるほどね。そう。まあこれは日本の場合どうなるかわかんないです。アイルランドでよくそうやって言われてて。うんうんうん、だから、まあ美味しくなかったにしても、食べることはできると。だから、それ考えると、結構いろんな料理の仕方とか挑戦の仕方、むしろ幅って、実はあるんじゃないかな。あるよね。しかもなんかさ、その栄養価的にはいいっていうじゃん。体にはいい。うん、そう。食物繊維と、ミネラルと。そう。なんか体にいいみたいなとこでも打ち出せるし。そう。味噌汁とかでも全然入れられるし。僕もだったら、そのアイランドの海に行って、普通に海藻をむしって帰るんですよ。たまに。その海藻、まあもちろん虫もいっぱいいるんで、洗ったり綺麗にして、で、もうそれで味噌汁入れたりとか、もずくっぽいもの作ったりとか、そう、したことありましたね。あの、ポン酢みたいなのも入れて、自分で。もう明らかに食感全然違うんですよ。ボリボリ言うんですよ。いわゆる、細めの海藻、これと全く違う海藻なんで、でも雰囲気は出せるんですよ。はい、だから、いろんな食べ方は実はアレンジできるんじゃないかな。それ、あの、あまりにもだからもずく食えないから、それ。食いたすぎてやった。食いたすぎて、そう。フォルムは結構似てるんですよ。僕は、っていうかな、細いというか、で、食感もあると。食ってみたら全然、僕違うと。ボソボソで。このスルスルってのは全然なくて、このとろみってちょっと、でもこれとろみつけしてんのかな、とろみでもあるよね。もずくってもともととろみあるんですかね。いや、なんか、ないのかもしれない。後付けしてる可能性もある。うん。でも、その似たような感覚を出すために、そこに醤油とビネガーを入れて、で、食べるみたい。でもだから結局、その、ポン作ってるってことでしょ。それだ。いや、多分それっすね。それでもそれだ。その、酸っぱいの食いたいだけなんだよ。多分そうですね。それを見て、そうだ。疑似体験をしようとしてる。そう。うん。となると、やっぱりじゃあ、食ってるな、ポン酢だ。ポン酢だった。だからポン酢を食いたいのかもしれない。そういうことか。だから、海藻居酒屋よりも、むしろその、ポン酢居酒屋。うん。居酒屋。いや、それ。居酒屋である必要ないっすよね。でも、海藻居酒屋だったら、絶対その、締めで、絶対その、味噌汁だよね。なんか、うん、海藻居酒屋だったら、海藻の味噌汁出てくるわけじゃん。はいはいはい、はい。最初から最後まで凄そうだね、その、急ぐさ。急ぐささめっちゃ凄そうですね。確かに。あれじゃない、メインになり得るものがないんじゃない、海藻居酒屋の弱点。そう、確かに。パンチ力ないじゃないですか。その、ほら、こういうのって前菜とかで海ぶどうつまむじゃない、うんうん、そうそうそう。
どちらかといえば、サイドキャラクターというか、だよね。メインにはなり得ない。ね、そこを何か、不得不加えて、メインになり得るものを作る。例えば、縮みにするとか、縮みに海藻を入れてみるとか。あ、そっかそっか。それはありだね。だから炭水化物系と混ぜてメインを作っていく。そう。それだったら挫折じゃないですか。それはありそうだね。まあ、なんだでも海藻そのものがメインになり得ることがちょっと難しいかもしれないよね。そもそもこの、確かに、細いし、海藻ですもんね。海藻だから。練るとかして何かするとかだったらできるけど、うん、まあこれ海藻使ったとして麺とかね。そうだね。そば、ラーメン。でもそれって結局、海藻を食ってるという感覚よりもラーメン食ってるという感覚になっちゃうし。海藻難しそうですね。でも別にそのメインがなくても、まあ海藻居酒屋としては成り立つか。それは、うん、まあ、その粉もんとかちょっと入れながら。そうですね。てか、みんなだからみんな脇役みたいな。そう、みんな脇役で色こう、飾るっていう。飾っていく。うん。まあ、これ、これ何の、何をするんですか何のと、10分くらい話して。